今回のテーマはプラネットというテーマを掲げています。2つの惑星を服で越境するということを表現をしていて、今回その JAXA の協力を経て、会場がすごく特殊な月面を模した空間で、それにふさわしい洋服を作っていくということで、そこからコレクションが始まってるんですけれども、こちらは、宇宙探査フィールドという名前の、砂場なんですけれども、月面などでこう探査車がどうやったら空回りせず砂地を走ることができる、自分の行き先岩がないかとか、そういうのをこう画像で見て判断することになるんですけども、そのためにこう照明を月面に近づけてですね、ちゃんと判断ができるかとか、そういう実験をして月面での、行動がちゃんとできるかどうかという実験を繰り返しています。ありがとう。宇宙って科学技術だけで語りきれないものだと思っていまして、例えばなんですけれども、私が担当している ISS に行った宇宙飛行士さんがですね、地球から離れて宇宙に行くと、日本人とかアメリカ人とか国籍というかナショナリティっていうよりも地球人っていうような意識が芽生えて、文化的に人類が進化していくんじゃないかっていうお話とかもされていて、宇宙ってすごく文化的にも面白い場所だと思ってます。で、今回アンレアレージさんがそのファッションという文脈で、宇宙をこう表現されていると思うんですけど、そういった感じでですね、科学技術以外の言葉で何か宇宙っていうものをこう表現してくださって、今までの JAXA ではリーチできなかった幅広い層の方々に宇宙の面白さっていうのが伝わるといいなと、嬉しいなと思ってます。デジタルコレクションで4回目になるんですけれども、最初そのホームっていう家から始まって、広大な大地の上に家のような洋服を作るというので、その造形っていうのはすごく、宇宙船っぽいようなもので始まっていて、そこから今度天地逆転のグラウンドというコレクションに向かって、そこでは重力をテーマにして、そのあたりから質量の変化っていうのはなんか大きなテーマになっていて、でそこでそのディメンションのコレクションが入ってきて、2次元と3次元で、デジタルとフィジカルで次元を超える時に、起こりうるその歪みっていうのを、探求していたんですけど、得てしてこの3シーズンというのは、根底にはその地球の当たり前とか地球の常識からどう視点をずらしてものを作るかっていうのが、大きいテーマであって、それが必然的にその今回の、プラネットに、凝縮された形で、反映されてきたと思ってます。現状のその宇宙服、さまざま資料を見させていただいて、それをもとに、シルエットを研究したんですけれども、すごく記号的な図形で、できているんですけど、それ自体を人の体と見立てて原型として服を作っていくということが、今までにないまた造形の可能性であったり、宇宙服の状態だと本当にとてもボリューミーで膨らんだ洋服になっているんですけれども、それが地上に降りた時には全てその空気が抜けて、その重力によって洋服がドレープになったりギャザーになったり、ボリュームはあるんですけれども、そのシルエットの変化っていうのを見せて、それを日常服として提案するという構成にしています。テキスタイル自体が実は液晶のような光を、自在に表現できるテクスチャーになっていまして、スマートフォンであったり真っ黒なその画面の上に、さまざまな情報であったりデザインであったり伝達によってもう無限の、可能性を持つプラットフォームみたいなものがあって、やっぱり柔らかさが
で洋服でも、まあ、そういうものがもしできるとしたら、例えば離れた距離でも、まあ、デザインを変えることができたり、それこそその惑星と惑星ぐらい離れた場所でも通信は飛んでいるので、何かその地球から、月にあるものの、状態や情報を変えるということが、まあ、できるのではないかと思って、通常の糸ではなくて今回は光ファイバーの、まあ、通常の光ファイバーではなかなか難しいんですけれども、それをまあ加工した、まあ、テキスタル全面に、光を通すような素材というのを、まあ、福井の唾液という会社と一緒に、作りました。まあ、僕らがその宇宙をテーマにものづくりを始めたというのは、まあ、半年前なんですけれども、そこから、まあ、情勢が変わって今その一つの地球に対してのテーマを発表するっていうのは、まあ、すごく使命感と、まあ、意味を持つことだろうなと思っています。もともと、月面にその1969年に降り立ったニール・アームストロングを一つ今回のキーとしていて、その降り立った時の言葉というのを、まあ、やっぱりこのコレクションを通じて、まあ、今回のコレクションもいろんな人種のモデルを使っているんですけれども、それがまあ一つの地球を見ているっていうのは、まあ、すごく象徴的だったので、そういう言葉をまあ入れることにしました。まあ、宇宙服っていうのは言葉としてたくさんありますけど、その地球服っていうのは当たり前すぎてない言葉なんですが、その地球服を作るためにやっぱり一度宇宙服まで距離を取って今までやってきたことを見つめるっていうのが、なんかまあ一つのアンリアレージとしての今回のコレクションの答えだったかなと思っています。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。